サーチセブンカップ。総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円、そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など、実践ルールはご覧の通りです。サイツセブンカップ、44回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。今回お送りするのは準決勝第2試合、鈴木涼子 vs バイク修二郎の後半戦。まずは前半戦の模様を簡単に振り返りましょう。バイクっちですあの一発、もう俺は一発抜けたから、抜けたと自分では思ってますけど、 前線の湯川戦の後半から俺自分の中では一発抜けたっていう確信は持ってます。初戦で湯川大先生を破り、すっかり自信を取り戻した様子の修二郎。おー、やった3、3、3、あー4か。サメ図柄ではありますが、総投資1万3000円で先生の大当たりをゲットしました。一方、初戦で山ちゃんを相手に劇的な逆転勝利を収めた鈴木は、もう着々とね、打ち止めが近づいてきてますが、だから私の性格的に結構こうなるとそわそわしてやばいやばいって言って、ちょっと他の台打ちに行こうかなとかなるんですけど、あ、今日の鈴木違いますね、全然いける気する。はい、時間はまだあるんですけれども、投資上限の2万5000円使い切ってしまいましたので、ひとまず前半戦は終了したいと思います。まだ大丈夫、まだ心折れておりません。後半戦逆転してみせます、頑張ります。スタートから2時間30分、鈴木がノーゴールのまま軍資金の半分を使い切り前半戦終了。リードする修二郎もわずか1ゴールと完全な泥仕合となっています。今回戦いの舞台となるのは東京都足立区のマルハン鹿浜店、環七鹿浜橋近く鹿浜交差点そばにあります。パチンコの設置台数は520台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん、リチパチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サイツセブンカップ準決勝第2試合後半戦、キックオフ。さあ、それでは後半戦スタートしてまいります。出します、出しますよじゃあ後半戦ね、ちょっと前半しょぼかったんで単発1回で、後半は格変引いてバツッと勝ちます。ワンバイク。さあ、前半戦はまさかのノーゴールに終わった鈴木、なんとか早い段階で大当たりをゲットし悪い流れを変えたいところですが、後半戦開始から3500円の投資で大当たりをゲット。さあ、しかし大事なのはここからです。真剣労働を制し、ジャギバトルに突入することができるでしょうか。確率はおよそ 35%。 さあ、 70% チャンスアップなし。突破しろ、突破しろ、突破しろ。
もうあのケンシロウであっさり負けて終わってました。いやーやっと当たったのに、単発というかジャギバトル入らずでしたね。うん、22勝利だね。19,700円分打って 22.3 です。 22.4 か、だいたいね、まあ、22だいたいそんなもんかなとは思ったけど、そんなもんだね。もうちょっと落ちるかもしんないね。さあ時間的にはここがちょうど折り返し地点です。わずかな出玉はあっという間に飲まれ、追加投資中の鈴木ですが、96まで行ったらどうだろう、覚醒するんじゃないか。あ、行った、行きました、ね、重たいドローか。もうさっきのことがあるからね、なんかもう冷静になってしまって。弱い。嘘でしょ、なんでこれで当たるの。いや嬉しいけどこれで当たります。84回転なんかしっくりこないですけど、32,000円です。投資総投資ゴール。よし、3,500円の追加投資で2回目の初当たりをゲットしました。さあ今度こそジャギバトル突入なるでしょうか。うわー、時もアミバ、アミバ、いやお願いよ。うわー、もう嫌だよ、もう嫌だ。残念ながらこれまた単発終了です。またも惨敗。もうやだな、本当にもうや。後半戦スタートから90分が経過しました。じりじりと差を詰められている周次郎、そろそろ大当たりが欲しいところですが、うわー来た、戻りのチャンス目。あー、これ熱いぞ。あら、1回で先読み1回って、でも3来い、全然熱くねえじゃん。嘘ばっか言ってんじゃねえって。さてそんな中、またまた初当たりをゲットしていた鈴木、3度目の正直を狙います。よし、これはいけるでしょう。頼む、よっしゃー、はい、最後バオー頼む。あー怖いな。あー北斗姿勢あった。よし、ついに真剣ロードを制し、念願のジャギバトル突入を決めました。ジャギ
神様ーゴール。やっとできる。ザギバトル行くよ。よし、行きます。右打ち中は全て10ラウンドの大当たり。ジャギが勝利すればバトル継続となります。ふう、私はもうこのまま行きます。俺様無双モードで。わあ、これはどうだろう。わあ、いきなりサウザーはダメ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 。3分まで行け。復活あるよ、あるよ。頼む頼む。嘘でしょ嘘でしょ。やだやだやだ、マジ？笑っている場合ではありません。まさかこれで終わりでしょうか。ここからの復活は本当に？マジで言ってんの？やらかしてしまいました。ジャギバトル即抜けです。19番引いてたってことですね。これぞまさに天国から地獄。さすがにショックを隠しきれません。マジか、やばいって。さてそんな中、修二郎は周りはね、まずまず22ちょい回ってるからいいんだけど、状況を考えたらライトミドル移動します。あと2万円だし、はい、4、4になってる。4に4、4、え、あれ生き方ってじゃん。めちゃめちゃはしゃいでやっと入ったねってやったら1回で終わったんです。なるほどね。ちなみに今投資いくらですか？え、これ言わなきゃいけないの？いや、どっちでも大丈夫。内緒？内緒でいいんです。内緒ですか？わかりました。あ、言う？いや、いいですよ、いいです。まあね、3万ぐらい。3万ぐらい。鈴木涼子ちゃん、多分気が強い。タイムリミットまで残り2時間半、修二郎はライトミドルの銀パラへ移動です。素直にさっきの北斗ナインやろうか、北斗エイトか。周りきつかったら、いや、きついだろうかな、きついか。よく生き残ってるなっていう自分でもね。16.7 ね。回らない銀パラに7000円も投資してしまった修二郎、再び席を立ち移動先を模索します。イップスは克服したと豪語していましたが、なんだか怪しくなってきました。あと1万3000なのよ、これ周りによっては届かないぞ。U タイムまで202回転の台がねあったんだけど、残りが1万3000円です。投資持ち玉じゃないや、現金がね。ラッシュ入って、ラッシュ入ったら5000発出るんだ。スーパーラッシュ入れば。結構荒い騎士だね、これね。なんか暑いね、赤になったね。全然初打ちなんで分からんけど、ああ暑いのは間違いない。誰が見ても暑いな、これ。
ボウ当たったっぽい、当たったっぽい、あ、当たった。修二郎、待ちに待った後半戦一本目のゴール大道後わずか5回転、投資金額500円で大当たり。さあ、しかしラッシュに入らなければ意味がありません。果たして、あら、チャレンジ失敗です。ん、入らなかった、またねって言われてます。あー、終わった。またねって言われちゃったんですね。ちょっと今目がちょっと嬉しそうだった。嬉しかったです。よかったぞ。どうすんの？え？あのままやるの？めちゃめちゃ迷ってて、今ちょっととりあえずぐるっと見てみようかなと思ってるんですけど。はい。はい。これ大移動し、大移動します。もう終わった、当たったね。今入ってればな。どうしよっかな。多分ほとんど一緒なんだよ。もう当てもんだよこれ。当てたもん勝ちだね。じゃあ銀パラで。あ、銀パラじゃねえよ。地中海。地中海でいきます。もう多分彼女もやめるでしょあれ。タイムリミットまで残り90分、目先の大当たりを狙い天出寺に移動した修二郎とは対照的に、腹をくくってジャギを続行の鈴木、5500円の追加投資で4回目の初当たりをゲットしていましたが、はあ、ってもた、せっかく当たったんですけどね、またラッシュならず。これでね、4万円なくなったんで、これ5枚目、最後のラスト1、ステージがめっちゃ強い、この地中海。ちょっとこのラスト1を押す前にあれ見てこよう、りょうこちゃん。うわ、5になってる、5に。また当たったの？また当たったんですけど。すごいね。怖い怖い。なんでですか、ちょっと、え？いや、ヒヤヒヤする。いや、やだもう。ヒヤヒヤします？ん？ヒヤヒヤします？いやいや、するよ。本当ですか？当たってラッシュ入ったら俺負けるもん。まあ、入ったらね。そうですね。あれなんだかんだ涼子ちゃん今4万2500円だから2500円しか差ねえんだよ。でも玉持ってますよ。え、ないよ。あ、ないんですか。うん、ないないない。だから俺あれラッシュ入んなくても入っても涼子ちゃんが当たんなかったら俺勝てる。うん、あんまあのだ 見てないから俺のこと。いやいや、まあ、あ、いいよ、タバコ吸ってきて。じゃあ今ね、この台が2500円で26ペースで回ったんだけど、ちょうどというか1050回ぐらい、60回か、1000回超えたんで、通常無理して打つことないなっていうのもあって、ちょっとね、一旦ケンケンです。ケンケンします。残りということですが、ですね、私の残り金額が、まあ、ここ上皿もありちょっとありますけど3500円ということで、まあ、終わるのは時間の問題なんですが、もう最後までね、諦めずにこの数千円に力を込めて頑張ります。さあ、とうとう窮地に追い込まれた鈴木、残りわずかな軍資金で大当たりをゲットすることができるでしょうか。おお、ほら
めちゃめちゃポッとしてました今、びっくりした。行くは行くでしょうね、おそらく。さあ行きました、頼む。キロキロキロ、あー消えず3人残ってた。あーチャンスアップもないかな。おーたっぷり赤だよ。どう、おっしゃ当たりました、鈴木涼子、これぞまさに意地と執念のゴール。当たりは引けたと、問題はねこの後ですから。追加投資5000円、トータル47000円、土俵際ギリギリのところでなんとか踏ん張りました。え、当たってんじゃん。いや厳しいな、チャンスアップがない。あれ当たってもラッシュが直落ちなら、あ、1回は当たるのか。お願いします。よし、うわやべえ、即突破。いやマジか、お願い、もう本当にお願い、最後ラオフマジで。やべえ、いけるよね。あぶねあぶね、赤で、赤カットインで、あ入った、値千金のゴール。見事2度目のバトル突入を決めました。ギリギリです。ジャギを信じ続けた鈴木に勝利の女神が微笑もうとしています。めちゃめちゃ手汗かいた。いやあと3000じゃん。いやマジか、もう鈴木涼子、鈴木だっけ鈴木涼子、鈴木涼子、いや名字言ってないから忘れてた。鈴木涼子強えじゃねえか。もう結構まだまだ連チャンしてるんですか。すごい伸びてんね。ちょっとお気味じゃ足んなくなってきたかもしれないな。まあしょうがないね。まだ7500円ある、ワンチャン、おっちゃんワンチャン。トータル17連チャン達成です。22,792玉ゲットいたしました。まだもうちょっと時間はあるんですが、おそらく勝ちだと思いますので、ここで終了したいと思います。お疲れ様でした。ヨコちゃん、これだけ出してやめました。何だよそれ、何だよそれ。涼子ちゃん何22,000発出したの。あっぱれ、すごいね。なんだよそれ。っていうかジャギらしいね。でも
まあ俺もまだ諦めてないけど、すごいね。それしか言いようがないよ。残り3分で資格。何それ。はい、実践時間は残り3分あったんですけども、5万通して失格でございます。はい、終わります。今日という日はさようなら。絶体絶命の状況から鮮やかな逆転勝利を果たした鈴木。一方、醜態を晒し続け愚かにも敗れ去った修次郎、イップスは治っていませんでした。お疲れ様でした。あれバイクっちどうしたの。涼子強えな。バイクっちもやられっち、やられっちでテンション下がりっち。まさかね、ちょっと俺も弱気すぎたところもあるんだけど、はい、ね、うん、ちょっと自滅を待ってた。いやそうなんですよ。だって結構1時間以上前ぐらいにもうやめたって聞いて、1000回回したから、はい、で当たりが今日取れないから、なかなかちょっと様子やめたっていうか様子見ようと思って待ってたの。待ってたの、はいはい、待ってたら最後3000円だって。4万7000円でしょあれ。そう、4万7000円です。ギリギリのところで当ててさ、はい、で最後ラッシュ入れて、はい、何すげー出たんでしょう。まあまあ出ちゃいましたね。やっぱりね、信じてよかった。まあ一途に愛したもんね、ジャギをね。俺フラ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 して、いやフラフラしてましたね。もう後ろ見たらフラ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 。いや違うね、でもね違くないか。いいよもういいよ、下手くそだ下手くそ、俺下手くそだよ、もういいよ。はい、おめでとう。ありがとうございます。いや残り3分前で失格ってあんまないんじゃないかな、この。いやだからそうですよね、3分まで、残り3分までは粘ったってことですよね。もうずたぼろになってよ、あの最後の1時間。涼子が、涼子ってな、ごめんね、なんで。いいんですよ、いいんですよ、涼子で。もう涼子ぐらい呼ばしても、せめて。それでは最後にトーナメント表を確認しておきましょう。準決勝第2試合は鈴木涼子がバイク修次郎を下し、初出場で見事決勝進出を決めています。はい、初出場でまさかまさかの決勝進出ということで、ありがとうございます。もう本人が一番驚いております。で、決勝の対戦相手桜吸引ちゃんということなんですが、もうノリに乗ってると聞いておりますので、でも私も負けておりません。初出場、そして初優勝を目指して頑張ります。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週水曜配信、嵐と松本、毎週木曜配信、魚拓と成瀬の土とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。